やあ、刹那圭介だよ。今回もやっていくよ、記憶少女会えなくて。パート4かな。カエル君にセーブして、ああ、そう。後ろからドーン作戦で何度か敵を倒したところだった。こちらもう終わりかな。あの後ろからドーン終わったらどっか開いたりとかするんかな。そういうわけじゃない。んー、またなんかうろちょろしょったらなんかあのパターンかな。問題は国内よな。綺麗さっぱり何もない。あ、それよりも前回なんか手に入れた？マッチ！まさかとは思うけど、あの昨日このやつさ、この町で燃やすとかや。まさかな。なんか前回マッチやったような気がするんよな。一作目で。その時はなんか何だったかな。なんかオイルがあって、そのマッチでオイルを、に火をつけてさ、燃やした感があったような気がするんやけど、もしかして今回もそのネタ使ってくるか。いや、そんなネタだったかはもう覚えてないんやけどさ、とにかくマッチがあるってことはなんかを燃やす的な感じのはあるんよね。当たり前やけど。あ、お母さんか。お母さん、イベントよ。よかったよかった。とりあえずイベントがあったって。まあこの椅子は前使ったような使ってないような、あんま覚えてなかったりするけどね。あ、使ったっけ本当に。すっかり忘れてる。小麦粉は右の隣だな。え、右の何、扉棚やな。扉棚って読めばいいんか知らんけどさ、真ん中左上。あ、そう、まさかとは思うけどさ、この椅子をうまく動かして、そのあれこれを取れってでも言いたいんかな。こうしてさ、こうすれば取れるんちゃうん。ほら、やった、オイル、オイル、オイル。じゃあ、ちょ、え、もう、うん、分かってる。いや、ちょっと、分かってる。え、もうこっから動かすことはできんのじゃ。じゃあオイル取ればもう OK なんやけど、あいつめっちゃうざったいところおるんやけど、あれ触っただけでもうゲームオーバーなんちゃうん。誘導作戦、誘導作戦。そうそうそう。そうだ、こっち来い。S、OK。要するにこのオイルを使って、あれだ。今度こそあの木のやつを燃やせばいいんだ。OK。こっちこっち。よっしゃ。こりゃあね。あ、これこれ、オイルをかけてマッチで火をつけますか。はい。木材にオイルをかけ、火をつけたマッチを木材に投げ込みました。ファイヤー。案の定。さっきセーブね。よっしゃ、何があるかい。階段、2階に行ける。うわー、みゆちゃん、みゆちゃん、ゆうちゃん、あれはさっきの女の子。えっ、クラナタ、クラナタ、突然クラナタ。マジでか。あ、めっちゃ暗い、めっちゃ暗い、めっちゃ暗いで。嘘やろとか言いつつ部屋に入っていく。たくさんの本が並んでいます。わかってる、わかってるんです。本が並んでるはいいんやけどね、めっちゃ暗いんですけど。電気ない、電気ない。お、なこれ何のって読む、これ。何のの数について。何のは108あり、ジアの鐘を108回いただくのは、叩くって読むか知らんけど、まあこれでいいや。108の何のを滅するためだと言われる。何のって読むかわからん雑誌があって、うん、まだこっちにもなんかある。誰かの日記があります。日記帳、6年2組、8番、西条ゆきえ。3月7日、もう誰も信じられない、いきなり。いきなりもう誰も信じられん状態に入っていったんかい。どういう経緯がありました？もう誰も信じられないならわかるけど、いきなり誰も信じられないで入ってきた。
セダンに先生って読むかな。だってあの学校の先生も生徒も1月5日最初はいい人だと思ってあげたけれど、あの人は人を平気で傷つけられる最低な人間だった。6月4日あいつのせいで、あいつのせいで私のお腹に痛いよ。こんにちは。すいません、ちょっと勝手に入ってしまいました。すいません。お姉ちゃん、わーす、わーす、なんもないんかい。天神の50音。あー、これ天神あるんじゃ。へえ。天神を見かけたらここに来て、なんかいろいろ調べなって、あれ一箇所だけ違うんですけど、一箇所だけであからさまに違うところあるん、違う床があるんですけど。まだめっちゃ調べるとこあるやん。おお、懐中電灯。全体は明るいならんだ。うわーす、なに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 、あ、ムカデか。びっくりするな。びっくりする。まあ女の子やけんしょうがないんか。まあびっくりするわな、女の子だったら。なんかあったかと思った。つかムカデおるほどほっといたんかよ。掃除しろよお母さん。あ、掃除しろよお母さんって言ったら、お姉ちゃんがそんなこと言っちゃダメよって感じでできたんやけど。ごめんなさい。大きな壺、絵本がたくさん、ん？本棚に何か書かれています。後ろを向いているカエルは危険。え？カエルくん？あのセーブのカエル、セーブガエルのやつの中で後ろを向いてるやつは危険だから触るな的な感じか。オッケー。ん？キーボード。え、はい、そうっすか。うん、なんかのヒントになりそうなやつやね。うわー、なんて書いてんこれ。石火剤、着火剤か。着火剤、火つけるための道具ってことか。まだなんか火つけるん。火つける作業もう終わったやん。ハサミ、めっちゃアイテム手に入ってきよう。よー、トイレ。トイレ。え、おう、トイレに閉じ込めるとかやばいんですけど、やばいんですけど。てか、なんかおるんですけど。あ、まだ、まだこのパターンが。これ前にもあった、前にあった。おい。よし、アイス、アイス、アイス、やばい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 、結構ダメージ食らったんだぞ今の状態でも。アイス、レンダータック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 。あれ、これこのゲーム結構はめれるんやな。はめれる系のゲームだったんや、これ。倒した、捨てられた、た捨てられ捨てられた、たトイレに流されて、お母さんもお父さんに捨てられた。お父さん、僕とお母さんから逃げた。僕、すごく痛かった。骨ごと肉もぐちゃぐちゃになって、僕の体の形はなくなった。お母さん、お腹ザクザク、包丁で刺された。お願い、この痛みを半分受け負って、すごく辛いの。え、はい。あ、俺がやられた方だったんこれ。え、ちょっと待って。めっちゃ前まで戻ってきてしまったんじゃん、これ。カットでーす。よっしゃ、バチ来い。赤ん坊やけんって、容赦せんぞ、こら。容赦せんぞ、こら。おらおらおら。おら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 。はめとるぞ、こら。おら。おらおらおら。おら。追い込んだのか、こら。えーす。おい、えーす。えーす。あれ？ちょっと待って、これ、あかんパターン？え、ちょっと待って。え？倒したらあかんパターン、これもしかして。そもそも入ってもよかったパターンなんかもわからんぐらいなんやけど。カーッと。どういうこと？一回ちょっと攻撃食らってみる？あ、これ自分が食らいよるやつだったんじゃ。一回食らうために HP が一つ削られるって考えればいいのか。今、あ、今みたいにちょっと後ろから攻撃したらなんとかなるんかななんて
思った。それでいいんかな。今だ。あ、ちゃちゃちゃ、あれ、たまこれ攻撃当たってなくね。え、え、ちょっと待って、それおかしいんじゃん。あかんのや。何回今叩けば、そういうことか。あと戦ったらあかんのや。よし、よし、邪魔です。邪魔です。邪魔です。先輩邪魔です。先輩邪魔です。よし、よし。邪魔しないで。よし、よし、よし、よし。邪魔だ、お前。邪魔だって言ってんだろうが、バカ野郎。よし、よし。こっち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 。ね、引き合わせて、こっち。よし、あれ、よし。よし、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 よし。あーもう、さっきお前だる。うん。死ぬ。俺死ぬ。わ、死ぬ。このままだったら死ぬ。ヤバスティック。ヤバスティックバイエルン。イエース。あかん。あかん。あかん。なにこれ。何回叩けばいいや、こら。カットでーす。一旦下がる。一旦下がる。んで、ちょっと叩いて、アイス、引き寄せろ、引き寄せろ、引き寄せろ、よいしょ、連打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 、アイス、ちょっとぐらい食らってもいい、ちょっとぐらい食らってもいいから、ちょっとぐらい食らってもいいから、よっしゃ、逃げて逃げて逃げて、よっしゃ、これ何回叩けばいいね、ちょっと時間かかってない、よし、あの赤ん坊のちょっと移動速度もやたら追いかけてくるんよ、これこれもちょっと大変なんやけど、赤ん坊の俊敏性増してないか、やたらうまく動いてくるんやけど、この赤ん坊追い詰める感じがする。あいた、よっしゃー、やっと出れた。それにしてもさっきの赤ちゃんは一体、もうほんとやで、 HP に奪われた。でも疲れ減ってる。あやつ、お前何、お前外までできとんな、お前出ていけ、こら。え、何かの肉、肉片、肉の塊。赤ん坊。アンポンタンメ。やめろ、そういうことは。赤ん坊のくせに人を襲いかける、アンポンタン。あーこわ。赤ん坊ってあんなに怖いもんだったっけ。どうしようかな。もうちょいぐらい進んでみようか。もう一つぐらい部屋があったような気がするんやけどな。ここがさっきの赤ん坊のところで、ここよ。あからさまにちょっと怪しそうなところにカエルくんおるんやけど。あ。じゃ、こいつ後ろ向いてないけん、いけるんか。オッケーオッケー。開かんのかい。あ、ここまでだったわ。じゃあ、ここで終わりとしましょう。はい。ご視聴ありがとうございました。週明け。